ねえマリサ、私いつもの癖でゴミをゴミ箱に投げちゃうんだけど、この前は至近距離で何発も外しちゃったわ。さすがにへこんだわね。まずはゴミを投げ入れる癖をやめた方がいいぜ。ここで外すか。定位置で外すとカッコ悪いしちょっとへこむよな。そうなのよ。まるで決定機でゴールを外すサッカー選手のようだったわ。あはは、良い例えだぜ。じゃあ今回は、ここで外すの？っていう、超決定機でゴールを逃した J リーグの選手について話そう。まるで私のように外しまくるのね。気になるから教えて。それじゃあ早速紹介していくぜ。一人目は鈴木唯人だ。これは2021年 J1 第9節、清水と神戸の一戦だ。鈴木唯人は清水の選手よね。現在20歳そこらの選手で清水でデビューしているはずよ。U21 日本代表メンバーにも選ばれているぜ。期待の若手って感じだわ。そんな鈴木だがこれからの期待も込めて、こんなシーンを紹介しよう。どんなシーンなのかしら？まず6分、神戸がフリーキックを獲得する。神戸の古橋がキッカーを務めるが、蹴ったボールは清水ディフェンダーに当たって跳ね返る。そのまま神戸ゴールキーパーの前川の前まで戻るぜ。割と清水のチャンスなのでは。前に飛び出した前川だったが、ボールに触ることができず鈴木が抜け出すんだ。ゴール前は誰もいない。鈴木にとっては絶好のチャンスだぜ。前川も戻れてないわね。走れ走れー。無人のゴール目前に鈴木はボールに追いつく。若干角度はあるもののゴール右からシュートを打った。だがまさかのポストに当たり、ゴールには繋がらないぜ。ああ、キーパーも相手ディフェンダーも戻れてなくてゴール前がら空きなのに。まあ角度はあって難しいっちゃ難しいけど、これ以上簡単なシーン試合にはないわよ。これは絶対決めないとダメ。100回に1回は外しそうな感じだけど、さすがに決めてほしいよな。後ろに誰もいないからこそ、焦らず後ろを確認してから打ってほしかったぜ。いやあ、もうその通りよ。そのまま戻ってきた神戸ディフェンダーがボールを回収し、神戸は危機から逃れたぜ。このシーンはボールによく追いついた鈴木と、最後まで諦めずに戻った神戸のゴールキーパーとディフェンダーが素晴らしいわ。完全にやられたと思っても、ディフェンダーはちゃんと戻らないといけないって感じるよな。それにしても鈴木はめっちゃ走るし、ボール持ってる時の姿勢がとても良いわ。当時、鈴木はまだ2年目だったし、これがネタになるくらい今後活躍してほしいんだぜ。地に立つと、決定的なシーンになった途端にすごく緊張するんだよね。あと鈴木は決定力に課題がある選手だから、本当にこれから頑張ってほしいわね。二人目は柳沢敦だぜ。もう、この人ってこういう紹介に絶対出てくるわよね。おそらく霊夢が知っているのは日本代表でのシーンだな。そうよ、ワールドカップであとは触るだけってシーンで、ゴールを決められなかったシーンよ。急にボールが来たので、略して QBK で知られる、有名なシーンだよな。今回紹介するのは2011年 J1 第22節、名古屋と仙台の一戦だ。仙台はこの年東日本大震災があったわよね。ああ、ここでは柳沢が外すシーンを二つ紹介しよう。二つもあるの？まずは46分、前半アディショナルタイムでのシーンだ。仙台が攻撃している中、名古屋のディフェンダーとゴールキーパーがぶつかってボールを失ってしまう。ここで仙台の太田がボールを拾うぜ。仙台大チャンスじゃない。その時仙台の柳沢はゴール前で待ち構えていたんだ。ボールは柳沢へ渡るぜ。何も邪魔がないフリー状態ね。ぶち込め、柳沢。だが柳沢はボールを高く吹かしてしまうぜ。なんで？慌てるシーンでもないのに、しかもこの時間帯、点取れてたら名古屋へのダメージは、かなり大きかったのに。まあこれでこそ柳沢だよな。ここで解説、実況の人が、逆にいい形で入りすぎた。とか、余裕がありすぎると色々考える。とか、精一杯のフォローをしていてなかなか笑えるぜ。柳沢へのフォローが逆に辛いわ。そして2シーン目は81分だ。1対0で仙台がリードしているぜ。名古屋チャンスのボールを仙台のディフェンダーが長くクリアする。ここで名古屋ゴールキーパーの高木が前に出てボールを回収する。そこに柳沢が走っていくぜ。ナイスランよ、柳沢。すると高木は柳沢に驚いたのかミスをしてしまい、柳沢へボールが渡ってしまうんだ。少しのミスも逃さないフォワードって最高よね。少し距離はあるもののゴール前はガラ空きだ。超決定機、柳沢は誰もいないゴールへシュートを放つぜ。もうこれは外しようがないんじゃ。いや、残念ながら柳沢だ。蹴ったボールはまさかの枠内に飛ばずボール左側に流れていくぜ。決定的なシーンを外し、柳沢はしばらく立ち上がれなかったんだ。そりゃそうよ。でも試合中だから早く立ちなさいよ。てか、もっと近づいてシュート打てばよかったのに、前に持っていく余裕くらいあるシーンよね。まあ本人も相当悔しかったと思うぜ。それにしても、ベテラン選手がやっていいことではないよな。本当にね、結局この試合はそのまま1対0で仙台が勝利したぜ。この2シーンが1試合で起きたことっていうのが衝撃よ。まあでも、どっちのシーンも柳沢はいいところにいるわよね。シュートまでの動きは最高なんだよな。でも決定力がな。柳沢は動き出しとか見えないところでの働きが大きい選手だし、そういうところは本当に素晴らしい選手だけど、これはちょっと、ある意味サッカー界の伝説だわ。
3人目は重弘拓也だぜ。重弘は京都でデビューしたミッドフィルダーね。その後福岡に移籍して今は確か名古屋にいたはずよ。その通りだぜ。それで、今回のシーンはどんな感じなの？これは2022年 J1 第25節、鳥栖と名古屋の一戦だぜ。何をやらかすか気になるわ。前半32分のことだ。名古屋のディフェンダー丸山が自陣から敵陣に浮き球を送るぜ。ここで鳥栖のゴールキーパーパクエルグがボールに向かって飛び出してくる。だが、パクエルグより先に名古屋の相馬が追いつくぜ。相馬は本当に良い選手よね。相馬はペナルティエリア左からゴール前に横パスを送るんだ。この相馬の横パスはこれ以上ない、完璧なものだったぜ。さすが相馬ね。このパスに重弘が走り込んで右足を合わせる。だがしかし、無人のゴールに流し込めず枠の左に外れてしまうんだ。ぐわー、決定機。何してんのよ、重弘。これこそ外す方が難しいじゃない。この時、鳥栖のゴールキーパーパクも微動だにせずボールを見送っているよな。多分、ああもうダメだって思ったはずだ。それなのに、入らないから相当びっくりしたと思うぜ。うん、だって外した瞬間パクはピクってなってるもんね。え、これ外すの？的な感じかしら。後ろから走ってきてた名古屋のマテウスも外した瞬間下を向いて首を振ってたんだ。相馬の表情なんて見れたもんじゃないわ。重弘、相馬に一生口聞いてもらえないんじゃないかしら。リラックスして外してるのがなんとも言えないぜ。結局この試合は0対0でドローだったぜ。もしこれが入ってたら名古屋は勝利できたかもしれないわね。サッカーの1点の重みは本当にでかい。とりあえず相馬のパスが素晴らしいってことにしましょう。重弘にも突っ込んでやってくれ。ノーコメントでお願いするわ。4人目は佐々木大樹だぜ。佐々木は神戸の選手よね。ああ、2018年に U18 からトップチームに昇格しているぜ。ここでは2022年 J1 第28節、京都と神戸の一戦を紹介するぜ。関西同士の対決だね。神戸はこの頃自動降格圏内に沈んでたんだ。お互い、何としても勝たないといけない試合よね。ああ、そんな試合で佐々木はやらかすんだぜ。何したのよ。前半終了時点では、2対0で京都がリードしていた。後半開始早々神戸は選手交代に動くぜ。そこで今回紹介する佐々木が入ってくるんだ。交代での出場だったのね。後半開始すぐの出来事だ。相手のキックオフ直後、佐々木が京都のゴールキーパー上福本のパスをブロックするぜ。ボールはペナルティエリア内にこぼれるのね。佐々木は右足で空いたゴールにシュートを放つぜ。大チャンスじゃない。ってこの動画で何回言ったかしら。だが、佐々木のシュートはポストを直撃してゴールは入らないぜ。ああ、ここにもビッグチャンスを決めきれない人が。その後は神戸も攻撃を仕掛けるがなかなか得点には繋がらない。さらに後半14分、神戸の小林隆起にレッドカードが出されるぜ。数的不利になってしまうんだね。試合は結局、2対0で京都の勝利だ。確かこの頃って、神戸の主力である大迫とかイニエスタが欠場しているのよね。そういう時こそ、若手はアピールしないといけないのよ。それなのに、あれを外すだなんて。まあ、確かに角度は結構あったシーンだけどな。あそこから打つんじゃなくて、かなり余裕があった状況だし、もう少し内側に入ってもよかったよな。うんうん、後ろから神戸の選手が中央に走ってきてたし、折り返してもよかったと思うわ。まあ前線の選手だし自分で決めたいって思ったのかもな。若さゆえの焦りっていうのもあったかもしれないぜ。まあそうよね。上福本からボールを奪った時の動きはとてもよかったのに、フィニッシュが残念すぎる。神戸の吉田監督も頭を抱えてしゃがみ込んでいたぜ。そりゃそうなるわよ。京都ホームとはいえ関西対決だから、神戸のサポーターもたくさんいたと思うわ。それで、あのプレイを見せられたらサポーターも衝撃だったでしょうね。とはいえ、スピードもあるし、前に行こうとする意識は素晴らしいと思うわ。それは本当にそう思うぜ。まだまだこれから、しっかり試合に出てチャンスをものにしてほしいわね。その通りだな。最後はファビアン・ゴンザレスだぜ。ゴンザレスはジュビロの選手よね。確か2021年に来日したけどコロナの入国制限で、合流が遅れたのを覚えているわ。そうだな、来日当時ジュビロは J2 だったが、2022年ジュビロの J1 昇格とともに、ゴンザレスも J1 でプレイしているぜ。迫力あるフィニッシュが魅力のフォワードよね。体つきも大きくて強いし良い選手だと思うわ。そうだな、試合出場はめちゃくちゃ多いわけではないが、試合に出ればちゃんと活躍する選手だぜ。そんなファビアン・ゴンザレスやらかしシーンがあるから紹介するぜ。どんなやらかしか気になるわ。試合は2022年 J1 第13節、ジュビロと FC 東京の一戦だぜ。紹介するシーンは後半15分のことだ。ここまでは1対0でジュビロがリードしていたぜ。面白い試合じゃない。真ん中あたりで、ジュビロのボランチ上原がボールを運ぶ。ロングパスで前線のゴンザレスまで渡るぜ。縦一本で繋がったパスにゴンザレスは走っていく。FC 東京のディフェンダー岡崎が追うも、途中で転んでしまうぜ。1対1でキーパーとの勝負だ。FC 東京のゴールキーパースオビクも本当にいい選手よね。どうなるのかしら。ここでゴンザレスはスオビクをかわし、ゴール前フリーになるぜ。巧みなフェイントね。そこでゴンザレスは右足でシュートを放つが、精度を変えて枠の右に飛んでしまったぜ。ああ、ジ
ジュビロサポのみんな頭抱えてるわ。私も今そんな気持ちよ。これは、絶対に決めてほしかった。キーパーをかわすところまでは文句なしのプレイだったけどな。フィニッシュの精度が低すぎるわ。でも、勢いづいて力んでるし相手ディフェンダーが視界に入ってたはずだ。めちゃくちゃ難しいわけではないが、思ったより難しい場面かもしれないな。まあねえ、でも決めてほしかったわ。この時、ジュビロの伊藤監督は、プレイを見て頭を抱えて崩れ落ちてたぜ。芸人みたいなリアクションね。でも、気持ちはわかるわ。結局この試合は2対1でジュビロの勝利だ。ゴンザレス的にもチームが勝ててよかったわね。それにしても何度見ても叫んじゃうシーンね。まあ、諦めずに最後まで走ったディフェンダーにあっぱれ、としようぜ。そうね、お互いのナイスガッツが見れて良い試合だわ。ということで今回は、決定機でゴールを逃す J リーグ選手について紹介したぜ。私のゴミ箱外しの方がまだマシかもって思ったわ。それはどうだろうな。それにしてもこういうシーンを見ると、選手も人間なんだって少し安心するよな。あはは、確かにそうね。いつでも完璧な試合ばかりじゃないって、分かっておくともっとサッカーを楽しめると思うわ。そういうことだぜ。とにかく、霊夢はゴミを投げ入れるのはやめろよな。あ、そこに話が戻るのね。今度からはちゃんと捨てます。霊夢が改心したので今回はおしまいにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。